ラの皆様、こんにちは。妄精姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今こちら猿田彦神社で買ってきた鈴で今浄化をしておりましたね。こちらですね、一個一個手作りらしいですよはい、今日なんですけれども、伊手座さんの6月の中旬から7月の中旬までの流れをまずホロスコープで、ね、お伝えしたいと思います。ぜひね、池田さん聞いてください。むちゃくちゃいいのでまず何がいいかっていうと、ここにね、池田さんがいるんだけど、ちょうどね、対角線上、池田さんから見るとここ1番目の部屋ね、1、2、3、4、5、6、7番目、7番目のパートナーの部屋、結婚の部屋に、このね、金星が6月の23日からおおよそ1ヶ月いるんです。池座さんから見て結婚とかパートナーのところに愛の星があるのいいでしょう。なんかもうこれだけで、なんかいい気がするって思いませんか。もうその通りその通り、いいのよで、まあ具体的にはね、この時期、まあ実は分かりやすく言うと、玉の輿に乗れますとかね、パートナー運がもう急上昇しますとか、あなたの人気運華やかになってますよって、そしてこう人をね、こう喜ばす才能、そういうものもこうすごくすごく出てる時期、なんかこう社交性が非常にアップするっていう感じなので、もうね、ぜひぜひ頑張ろうみたいな感じです。で、特にね、まあこの14日になるんですけど、6月のね、まあ池座さんで満月があるから、何かあなたにとって、特にこの14日ちょっと前ぐらいから、こう2日ぐらい前から何かモヤモヤしたこととかがあるかもしれないんだけど、それって満月の影響です。なんかこの14日前後に、こうあなたにとってこう答えが出やすいような、そういう時期にもなるかもしれません。そう、恋愛運のところにもね、火星が入っているし、もうなんか恋愛運、パートナー運いいから、もうぜひね、伊手座さん、私はなんかね、積極的になんかこう楽しもう、これからの1ヶ月っていう感じがまずは見えました。じゃあ伊手座さん、まずこちらのカードで、じゃあ今のあなたの状況、悩み、そこから見ていきたいと思います。こちらのカードね、シャッフルしています。さて、じゃあ伊手座さんのね、まあ、今の現状、カードは4枚かな、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあまず1枚目から、今のあなた、ワンドの7のリバースか、はい。そして2枚目、女帝、愛されてるな。そしてね、3枚目、これいきましょうか。さて、はい、コインのナイトのリバース、そして4枚目、はい、ソードのページのリバース。大丈夫かな、このカードは取らなくていいかな。まあ気になったから見ましょう。じゃあこのカードは、はい、コインの2のリバース、わかりました。なんかすごく今ね、わかる感じがする。今ここに女帝の正位置がね、出てるんですけれども、この女帝っていうのはズバリ
ホロスコープで言ったらね、金星なんですよ。これ。もうこのね、あの、いて座さんから見るとちょうどね、ね、パートナー運がすごくいいと言われてる、このね、金星を表すのがこの女帝なんですね。なので、やっぱり、こう、あなた自身、これからの、もう、あの、今これ、今の現状を見てるんだけど、こう、パートナーがいるとか、こう、あなたは、こう、とても愛されてるとか、ルックスに恵まれてるとかね、まあ、そういうのがまず出ている。やっぱり、こう、金星っていうのが、こう、あなたへのテーマだよっていうふうに、まずね、伝わってきました。そしてね、うん、ちょっとこれらの流れ、カードをね、今見てるんですけど、こうあなたがね、とてもこう受動的な感じがするんです。能動的に動くっていうよりも、なんていうのかな、慎重になりすぎていたりとか、こう勇気が今は持てないとか、いや今でいいやみたいな、なんかね、そんな感じ、なんか考えすぎてしまって、なんかこう決断がなかなかできないって言えばいいのかな。なんか今、あの、よく言えば、今ある幸せ、あなたが例えば恋をしているとか、愛されているっていうのは、こう、とてもね、私は幸せだと思う。うん、ただね、こう、あなたがこう、何か必要以上にこう、怖がっているというか、なんかあと一歩何かこう進んでいきたいのかなとか、脱皮したいのかなって感じがするんだけれども、なんかそれを言えないとかね、行動ができないとか、そういう部分がね、見える感じなんです。今あなたが片思いでも恋愛中でも、復縁を望んでいても、複雑な関係の方でも、ま、もしくは出会いを求めている人でも、何かね、こう自分に言って、自分でなんか納得させて、こう今でいいんだみたいに思ってる部分がもしかしたらあるのかなっていう風に見えたりしました。こうね、悪くはないんです、決してね、決して悪くはないんだけれども、何かこう、なんかこう薄いベールがね、こう引かれてるような感じがして、そのベールから本当は飛び出したんじゃないかなみたいな、そういう風なものが感じられました。じゃあ今からこれルノルマンカードなんですけれども、6月の20、あ、違う、15ですね、15から7月の15ぐらいまでの流れ見ていきましょう。はい、じゃあね、開いていきましょう。ファーストカード、庭です。うん、木、はい、素敵なカード、いいですね、星です。うん、いいですね。はい、そして子供のカード、うん、クローバー。ここでネズミが出ました。うん。はい、そして素敵、花束。お、あなたのカードです。今見ていただいているあなたが、女性でも男性でも、これはあなたを表します。うん、あなたです。はい、そして木のカード、じゃああと1枚ずつカード出していきます。いえ、なんかホームパーティーとか、そういうなんか同じ同業の人との出会いがあるとかね。お、魚と木、いいですね。お、星とライダー、運命の出会い、嬉しいお誘い、返信が来るとかね、いいですよ。子供と本、釜とクローバー、ネズミと手紙か。
ここまでいいな。はい、そして花束とフォックス、あなたのカードとコウノトリ、そして木と雲ですね。はい、お待たせしました。ですね、はっきり言って、まずこのカードの見方なんですけど、まずこちら、ここは下から上に2枚ずつで見ていくんですけど、6月の15日ぐらいから6月の25日ぐらいまでの流れ、そして今度は右から左に見ていくんですけれども、6月の26日ぐらいから7月の5日ぐらいまで、そして今度は下から上、7月の6日ぐらいから7月の15日ぐらいまでを見ていくんですけど、ですね、はっきり言ってここまではすごくいいんですよ、流れが。この6月の25、6月いっぱい、7月ちょっと入ったぐらいまではね、いいんですね。でもそれからあなたがなんかとても忙しくなるとか、なんか体調面とか、なんかの不安がね、出てくるとか、そういうふうに出てるんですね。そしてあなた自身が、これは勉強なのかな？なんかこう、勉強モードになるとか、あとは、まあこれ、隠し事っていう意味もね、あるんですけれども、なんかこう、秘密の恋とかされている方は、この7月、の頭からね、中旬まではこう秘密とかがね、こういわゆるこう外に出やすくなるって出てるので、ちょっとこれはね、気をつけてた方がいいかもしれないです。あなた自身がとてもね、こう勉強モードにスイッチが入るとか、そういう部分はね、すごくいいと思うんですけど、それ以降が何か情報の流出とか、そのね、手紙ってカードとね、ネズミってカードも含めてカードがね、出てるので、で、ここに本が出てるから、もしあなたがこれは知られたくないとか、そういうのがあったら、特に7月の、そうですね、7月の、まあ5過ぎぐらいですかね、7月の5ぐらいから10日ぐ15日ぐらいまでは、いろんな意味の情報、誤って LINE を間違って送っちゃったりとか、そういうことも含めて気をつけてた方がいいかもしれない。で、逆にですね、こう今からのね、こういえーとねなんか2週間はね、むちゃくちゃいいんですよね。2週間ちょっとは。ものすごくよくて、どういうふうにいいかっていうと、まずね、出会いとか、こう、人間関係がやっぱりね、すごく活発になるって出てるんです。特に、こう、結婚相手とかね、なんかこう、家デートとかもすごく良さそうだし、あなたの仕事、プライベート含めて、どんどん、広がっていくよって出てるので、やっぱりね、積極的にぜひ行っていただきたいですね。このね、やっぱりこの金星がね、何回も言うんですけど、金星がね、ここのパートナーのところに入るので、もうあなたの、玉残し運とかね、恋愛運、パートナー運がすごく上がっていく時なので、ぜひぜひ積極的に行っていただきたいなっていう感じです。そういう感じです。もう今日は何回もちょっとこの金星のことを言うんですけど、そしてですね、ここにね、魚のカードが出てるんですけど、こうアルコールっていう意味もあるんですよ。なので、なんか飲みに行ったきっかけとか、飲みに行ったところで出会いがあるとか、デートが深まっていくとか、キーっていうのがターニングポイントっていう意味があるので、なんかこうトントン拍子で進んでいきそうな気がするんですね。そしてここにまた星、あなたの憧れとか、
そこにライダーっていうカードが出てるので、やっぱりね、運命の出会いとか、あと、こう、待ちに待ってた連絡があるとか、あなた自身がね、どなたかと復縁したいとか、ね、なんかこう、お牛不通を解消したいっていうことであれば、もうここはね、すごく可能性が高いです。6月の15日ぐらいから10日間はむちゃくちゃいいです。そしてここもね、花束とフォックス。もう花束っていうと恋愛のカードなんです。そしてここにあなたのカードとコウノトリが出ているので、こうあなたが勇気を持って行動することができるのかなって気がします。今さっきは、なんかね、いろいろ考えすぎてしまって、なんかね、悩んじゃって、勇気がなくて、なかなか動けなくてっていうものがね、出てたんだけど、出てたんだけど、なんかそこの部分をね、あなたが、いや、頑張ってみようかなって感じで、こう、勇気を持って行動するのかなと。で、もしかするとそのことによってあなたが、いや、やっぱり動かない方が良かったんじゃないかなとか、こう、あの人になんかね、こう、ネガティブな感じ、嫌われたらどうしようとか、そういうあなたが頑張ったことに対してすぐに結果が出にくくて、あなた自身がね、すごく不安になってしまう可能性があるかもしれない。こう、だからこそかな、なんか自分の勉強とか仕事に集中するような感じがするんです。で、ここがね、なんかまあいろんな見方ができるんだけれども、もしあなたが動いたことによってまだ返信がなかなか来なかったりっていう可能性はあるかもしれない。可能性はあるかもしれないけど、でも星の流れはね、はっきり言ってね、いいんですよ。なのでね、まあ、ちょっとね、ここの後の流れ見てみましょうか。今ね、ここ7月の15日ぐらいまでで見てるんだけど、この後、じゃあどうなっていくのって。なんか私ね、あなたがなんか勇気をね、出しそうな気がするんですよね。よいしょ。じゃあこれとね、じゃあこれで見てみよう。おお、陸奥と山か。なるほど。いろんなことが考えられるんだけれども、お相手様が、なんか返信をしないとかじゃなくって、忙しい時なのかな。かなり。こう、あなたがね、頑張ろうと思ったこと。いや、これはいいんですよ。私はあなたの勇気を、ぜひとも応援したいです。ただ、もしかするとね、これなかなか返信とか来ない可能性あるのかなとか、あと今さっき情報が漏れるかもって出てたので、そのあたりも気になったんだけれども、あの人がね、なんかあまりにも忙しすぎてなかなか動けないって出てるんですよ。なので、あなた自身がね、こう、なんか悩んじゃうっていうふうになってるかもしれないんだけど、でも、このね、山っていうカード、このね、忙しさが、ピークが過ぎたら、これね、返信来ると思う。同じルノルマンでもいいんだけど、他のルノルマンでもいいんだけど、ユリ、はい、よかったです。ユリが出ました。このユリってカードがね、動きがね、すごくスローなカードなんです。なので、あなたが勇気を出したこと、何かね、勇気を出したことっていうのが、すぐには、特に今のところね、こう7月の、例えば、まあ7月の上旬、まあ6月の終わりから7月の頭の部分で、あなたが何か勇気を出した。そうすると、7月の15日くらいまでは、なかなか連絡とか返信が遅かったりで、あなたがこう不安になったりするかもしれない。でも、動きがゆっくりなんだけど、返信はあるよって出てるので、そこは私自身もほっとしました。というかね、もともと女帝が出てるから、今、あなたがどんな状態であれ、あの人に異性として見られているとか、
あなたに魅力があるとか、愛されているとか、そういうカードは出てるので、ただあの人の状況がかなり切羽詰まってたり余裕がないこと、それが影響してるのかなっていうふうに思いました。もう今日ね、何回も言ってるんですけど、それでもやっぱりね、あなたにはこのね、愛の星が味方してくれてるので、特に6月の23日から1ヶ月はね、丸々1ヶ月は大きなチャンスなので、きっとね、返信も来るんじゃないかなというふうに思っています。はい、これが1ヶ月のリーディングとなります。よかったら参考にしてみてください。応援しております。はい、改めましてこんにちは、モセ姫です。はい、それでは先日行きました神社のお守りプレゼントの仕方の告知です。変な日本語になりました、失礼しました。はい、まず琴のまま神社、静岡の神社、とてもパワーがある神社、大好きです。そこのお守り1点、こちらですね、こちらのお守り1点と、あと前回とてもたくさんのご応募をいただきましたこの猿田彦神社、こちらの子宝のお守り、こちら1点、トータル2点をプレゼントさせていただきます。ただそこに伴いまして、今回は少しちょっとね、こうなんて言うんでしょう、していただくことが多い状況をお願いします。というのも、私今まで6回ぐらいですかね、こういうお守りプレゼントっていうのをしてきたんですけれども、前回、実は初めてだったんですけど、届いたよ連絡をいただけなかった方が2名いたのかな。それでね、やっぱもう無事届いてるかどうかも心配ですし、あと、なんかやっぱちょっとショックだったんですよ。なので今回はまず私のインスタのフォローからお願いします。インスタの DM ってフォローしてなくても DM って送れるんですけれども、インスタのフォローまずお願いします。そしてインスタの DM で受付をします。そして3番目、当選者発表は私 YouTube で行います。なのでこの YouTube、 当選発表の YouTube をご確認いただいて、そのご本人様から私宛てにその期日、この YouTube の中で発表しますので、その期日までに必ずご連絡をください。それで、よいしょ。そして、ここがね、そうなんですけれども、もしその期日、時間までにご連絡がなかったら、申し訳ないんですけれども、当選は取り消しとさせていただいて、また再度選び直しをさせていただきます。はい、そして書いていただきたい内容です。お守りの種類、どちらかですね。お守りの種類、そして郵便番号、住所、お名前ご記入ください。そして私へのメッセージもお願いいたします。リクエストリーディングも OK です。はい、期日なんですけれども、2022年6月の10日金曜日18時PM、こちらがお守りの締め切りの日にち時間となります。じゃあこれでね、いかがでしょうか、大丈夫でしょうかね。なのでしていただくことがいろいろあるんですけれども、インスタのフォロー、そして DM で送っていただく、そして当選発表の YouTube 確認、ご本人様から私へその期日までに連絡をして、ようやくお守りが確定となる、そういう感じです。以上となります。じゃあ
もう一回6月の10日18時、これがこちらがね締め切りとなりますので、ご応募お待ちしております。じゃあね、こちら最後まで見ていただいてありがとうございます。皆様からのご応募お待ちしております。